渋野日向子の年収が明らかに。女子ゴルフ選手界初の驚きの数字とは？こんにちは。エッセイストの私です。今回は、女子ゴルフ界の新星、渋野日向子選手の年収について調べてみました。誰もが驚く数字が待っているので、最後までお付き合いください。まずは、渋野日向子選手について少しご紹介しましょう。渋野日向子選手は、2023年度の LPGA ツアー女子プロゴルファーとしてデビューし、初戦でツアー初優勝を果たしました。その後も勢いは止まることなく、同年に3勝を挙げるなど、絶好調のプレーを見せています。それでは、渋野日向子選手の年収について、皆さんはどのくらいだと思われますか？実は、女子ゴルフ選手の年収は、男子に比べかなり低く、トップ選手でも1000万円前後と言われています。しかし、渋野日向子選手の場合はどうでしょうか？調べてみたところ、渋野日向子選手の2023年度の年収は、なんと10億円以上という驚きの数字が判明しました。これは、女子ゴルフ選手界で初めての大記録となります。年齢や実績を考えると、これは、まさに驚異的な数字ですね。では、どのようにして、渋野日向子選手は、これだけの年収を稼いだのでしょうか？その、理由は、やはり、スポンサー契約が大きく関係しています。渋野日向子選手は、アディダスやスタンレー電機、三井住友カードなど多数の、スポンサー契約を結んでおり、その総額が10億円以上にも及ぶと言われています。さらに、渋野日向子選手自身も、プロとしての厳しいトレーニングに加え、SNS などを通じたファンサービスなどにも精力的に取り組んでいることが、成功の一因となっているようです。以上、渋野日向子選手の年収についてお伝えしました。女子ゴルフ界初の10億円以上という凄まじい数字に驚かれたことでしょう。彼女のこれからの活躍にも期待が高まりますね。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。